アベヨン4、42312号機が牽引する列車ともう一機の、アベヨン4、42型が牽引する列車の重連、旧塗装、インターラーケンオスト駅塗装変更、車体更新後のアベヨン4、42313号機、ビルダースビル駅で、ベルナー・オーバーラント鉄道の一路線であるシーニュゲプラッテ線列車と並ぶ。ベルナー・オーバーラント鉄道アベヨン4、42型電車は、 スイス中央部の私鉄であるベルナー・オーバーラント鉄道で使用される山岳鉄道用ラック式電車である。1890年に開業したベルナー・オーバーラント鉄道は、その後1914年の直流1 5 0 0トでの電化に際してハジュ3、3型電気機関車9機を用意したが、その後アブダ4、4型3機とアベ4、4I 型7機を増備し、 1980年代初めには、ハジュ3、3型4機と10機の電車で運行をしていた。しかし、この頃には、ベルナー・オーバーラント鉄道の輸送量は、毎年大幅な伸びを示しており、輸送力の増強が望まれていたため、牽引力が小さく最高速度の遅いハジュ3、3型を置き換えて、同時に電車が牽引する、客車列車の反対端に制御客車を連結した。 シャトルトレインを運行することとなり導入された機体がベルナー・オーバーラント鉄道で初めて10連総括制御機能を持った電車である本形式3機と本形式と編成を組む BDT401 から403型2等荷物合わせ作り制御客車3両であり同時に BDT401 から403型客車と 同系の二等客車である B261 から 262K2 両も導入されている。本形式は、車体、機械部分、台車を SLM、電気部分、主電動機は BBC が担当して製造されており、通常のスイスの電車では、車体製造を担当しない SLM が車体を製造しているのが特徴で、1時間定格出力1256。 キロワットで牽引力144 k n を発揮する協力機であり、基板と製造年月日、製造所、機体名は、下記の通りである。アベ4、4通型と編成を組むために導入された、BDT401 から403型制御客車、インターラーケンオスト駅。ありがとうございます。